て、あいつだ。ほっとけ。どうせ話しかけても返事してくれないんだから。中一、うん、また外に出ましたね。すぐ部屋にお戻りなさい。風邪をひいたら大変ですよ。はーい。家に絵を描く筆と墨がないんだもん。中一は本当にお絵描きが好きね。何を描いたの？内緒。中一、辛いでしょうけど、もう少し頑張って。お母さんが直してあげるから。暖かくしてあげるからね。大丈夫ですよ、秀一。これは一体何が起きているの？妖術だ、きっと妖術だぞ。こんなのありえない。真冬に花が咲くわけがない。あの二人はなんか変だと。一体どういうことなの？あの女の子供はやっぱりあやかしよ。そこもきっとあいつらのせい。あの二人に近づいちゃダメ。お母さん、おいで。寒くないでしょ？うん。すみません、私ったら気づかなくて。いや、もしよかったら。辛いよな。ここまで耐えて本当に偉いよ。だからもう諦めるのはまだ早いよ。私を信じて。私が必ず守るよ。チカのことも温かい日々も何度でも。そばから離れないと約束してほしい。うん、どこにも行かない。チカはずっとずっとお父様のそばにいます。お父様、どうなさいましたか？もうやめてしまうのですか？ああ、地下にはかなわないよ。お父様、本気ではなかったでしょう。遠山修一殿、大名様のご恩を忘れてはいないよな。さっさと絵を献上した方が身のためだぞ。これ以上大名様を待たせ。貴族の従者、また来たのですね。お前のための絵が大名様の目にかなったこと自体、こういうことなんだぞ。お父様、絵を持って先にお逃げください。大名様の目にかなったわ。もう二度とそのようなことはさせません。絶対に。おい、富山。お父様、早く。早くするんだ。俺やった。お父様、早く行ってください。
秀一、どうしました？お母さん、さっき庭に。外には何もありませんよ。でもいいから部屋にお戻りなさい。お母さん！誰だ？ちか。ちかですよ。ちかと遊んでください。ねえ、お願い。もうこの子ったら。秀一さん、どうしたの？顔色が悪いよ。いや。秀一さん、大丈夫？さっき見えたの？大丈夫、そばにいるわ。秀一さん、どうしたの？落ち着いて、お父様。秀一。お父様、遊びましょうよ。秀一さん、お父様、何をしているのですか？早く逃げないと。違う。私は何か。一緒に行きましょう。連れている。私について。違う。私はあなたを苦しめるつもりはありませんでした。なぜ思い出そうとしているのですか？私にも心があるはずなのに、絵に隠された秀一の心を理解することができませんでした。母、妻、そして娘、彼の大事な人の姿を借りてその心に触れようとしては見たものの、結局彼を深く傷つけ、深く悲しませてしまいました。もう遠い昔のことだったのに、気が遠くなるほど長い月日が流れたというのに、私は過去に囚われたまま。風に美しく育ったのだろうな。もう良いのです。私の手を離さなければ深い悲しみと向き合わずに済みます。たとえ夢であっても。こちらにおいでください。は、夢か。この目に映る景色、この手に伝わるぬくもり、これが儚い夢でもいいのだ。
私は恵まれていたのだ。もう一度あの暖かい日々を生きられたのだから。ここにいる限り、どれほどの月日が流れたとしても、秀一、あなたの苦しみを受け止めましょう。たとえ私があなたの描いた儚い夢でしかなかったとしても。いいな、あなたはうららかな春を描いてくれた。悲しい別離からも救ってくれた。あなたは私の世界に数多の色をもたらしてくれた。私にとってあなたはうつつなのだ。そうですよね。今ここにいるあなたと私は唯一無二のうつつなのです。心の穴を埋めてくれて、胸にあふれる幸せを感じさせてくれて、ありがとう。いいえ、こちらこそ感謝しています。その手を導いて、まほろば